国際科学オリンピック国際科学オリンピック国際科学オリンピックは毎年7月に薬等日間開かれる高校生を対象とした科学の知識や問題を解く能力を競う国際大会である科学の知識を問うだけではなく約10日の間にエクスカーションや他国との交流も行われ国際交流の場ともなっている国際科学オリンピックを開催する案を 初めて出したのはチェコスロバキアであった。目的として国家間の交流や情報交換を挙げ、社会主義の国々ルーマニアを除くを招待したが、このため現在でも一時選考への応募者数は旧社会主義国家の国が非常に多いものとなっている。1968年の5月にプラハの春が起きた。そのため、チェコスロバキアとソビート連邦の関係が緊張し、 最終的にポーランドとハンガリーの2国のみが国際会議に参加した。そして1968年の6月18日から6月21日に第1回大会がチェコスロバキアで行われた。この際参加した選手の数は6人で、理論問題は4問であった。そして翌年の1969年に第2回大会がポーランドで行われ、新たに ブルガリアが参加した。この年の各国の選手数は5人であり、新たに実験試験が追加された。また、より多くの社会主義国家を招待し、出場できる生徒数を4人に制限することに決まった。第3回大会はハンガリーで行われ、新たに東ドイツ、ルーマニア、ソビート連邦が参加した。また、 第4回大会では初めて準備問題が用意された。第6回大会ではルーマニアがスウェーデンとユーゴスラビアを招待し、西ドイツとオーストリアがオブザーバーを派遣した。西ドイツはナト o 諸国としては初めてのオブザーバー参加であった。こうして第1回から第11回大会までは東側諸国で開かれていた国際科学オリンピックだったが、モスクワオリンピックで 西側がボイコットした年の1980年第12回大会では初めて西側諸国であるオーストリアで開かれた。ただ、この年、ソビエト連邦は参加を見送っていて参加国数は13カ国となっている。しかし、ロサンゼルスオリンピックを東側がボイコットした1984年には第16回西ドイツ大会にアメリカ合衆国が参加し、 その大会には21カ国もの国が参加した。そして、鉄のカーテンが取り払われ、ソビート連邦が崩壊したことに加え、アジアやラテンアメリカでの関心が高まったため、1998年の第30回大会には47の国と地域が参加した。以来、例年約60カ国から200人を超える高校生が参加していて、 2010年の第42回日本大会では過去最高の68の国と地域が参加した。日本は1988年、1989年とオブザーバーを派遣したが国内で代表生徒の選抜やトレーニングの実施、財政的支援体制が整っていなかったため参加は見送られた。その後科学グランプリが始まった。そして2回にわたる オブザーバー派遣が考慮され、2002年のオブザーバー派遣を経て、2003年のギリシア、アテネ大会から本参加を果たした。2010年の日本大会では、金メダル2人、銀メダル2人という過去最高の記録を出している。運営は、その年の主催国が議長を務める、国際審議会や運営委員会によって行われる。また、一挙国際情報センターは、 第一回大会が行われた、スロバキアのブラティスラバに置かれている。大会に初参加する場合には、本参加の前の2年間に、連続したオブザーバー参加が義務付けられている。代表は1カ国あたり、最大4人の選手と2人のオブザーバーが参加できる。各国ではそれぞれ選抜試験が行われ、選抜試験で優秀な成績を取った者には、優遇が与えられる場合もある。 しかし、経済的な問題もあり一人のみを派遣することしかできない国もあるため、2008年大会からそのような国に対し、毎年1万ドルずつ援助することになった。開催には多額の費用がかかり、招致運動が活発ではなかったため、1999年大会から参加費を徴収するシステムに変わった。また、参加費は年を追って100ドルずつ上昇し、 その国で開催されると参加費は0ドルにリセットされるシステムとなっている例として2011年のトルコ大会の各国の参加費リストでは2010年に開催した日本はリセットされ100ドルに2011年開催のトルコは0ドルになっている理論の部と実験の部がある理論の部は5時間で5から8問の応答を解く試験であり 実験の部は5時間で2から3問の問題を解く試験である。問題は事前に公開される運営委員会の定めたシラバス、理論、実験の範囲から出題される。このシラバスは開催国の運営委員会が国際レベルの高校科学教育の内容とみなしたものである。試験問題は試験前日に各国のメンターに配布され翻訳作業が行われる。そのため、 メンターと生徒は隔離され、連絡の取れないよう、生徒は携帯電話やパーソナルコンピュータを持ち込んでならないことになっている。例として、2008年のハンガリー大会では39の言語に翻訳されたが、ある国が生徒向けの印刷物に不正な書き込みをして、出場禁止1年間のペナルティとなった。シラバスは、レベル1、2、3に分かれており、 レベル3の内容を出題する場合は、開催年の1月末に開催国により公開される、準備問題、筆記問題25題以上、実験問題5題以上に含まれている必要がある。高校レベルの知識では、立ち打ちできないが、過度な試験対策を防ぐため各国で選出された50人以下に、対しては2週間以上の公式トレーニングを行ってはいけないとされている。 また、資金問題の中には、その国に関連した、いわゆる、ご当地問題が出ることが多い。例として、2010年の日本大会では、リチウムイオン電池や、フグのテトロドトキシンについての問題が出題され、2005年の台湾大会では、アジア最大の金鉱山があることから、金の抽出に関する問題が、また2004年のドイツ大会では、開催地のキールで、 夫・ット・ディールス教授と弟子のクルト・アルダーが発見したディールス・アルダー反応に関する問題が出題された。理論試験60%、実験試験40%の割合で計算した点数で順位がつき、上位から約1割に金メダル、次の約2割に銀メダル、その次の約3割に銅メダルが授与される。また、メダルのないもののうち、試験の王という一つでも、 満点を取った者には関東省が授与される。2010年現在、ヨーロッパで33回、アジアで6回、北米で2回、オセアニアで1回開催され、ヨーロッパ開催のうち21回が旧東欧諸国である。国際科学オリンピックは2010年に初めて日本で開催された。前年の国際生物学オリンピック大会に続き、2年連続で 国際科学オリンピックが同国で開催されるのは初めてのことである。開催期間は2010年7月19日から28日で過去最高の68の国と地域が参加し、選手は267名、メンター等を合わせると約500人が参加した。準備問題では火山ガス素成の定量分析やウルシオールの構造研究など、いわゆる ご当地問題が出題された。本試験の理論問題では、日本で発達したリチウムイオン電池やフグのテトロドトキシンについてのご当地問題が出題された。大会テーマは、ケミストリー、ザキーツアーフューチャーで、ロゴマークは科学のイメージを丸底フラスコで表し、桜の花で日本を象徴した上で、逸話と同じ配色でオリンピックを表し、 一筆書きでつながる造形で平和の大会を表したものとなっている。大会の周知のため、前年から科学実験カーや公式グッズ販売など多くのプレイベントが行われた。大会会場は、早稲田大学と東京大学で、実験試験と閉会式は早稲田大学西早稲田キャンパスで、筆記試験は東京大学駒場キャンパスで行われた。選手は、代々木の 国立オリンピック記念青少年総合センターに宿泊し、引率者は、先進村と隔離された幕張の海外職業訓練の研修施設に宿泊した。エクスカーションでは、東京タワー、浅草、鎌倉、日光への訪問や、茶道、折り紙、書道、着付けなどの日本文化の体験などが行われた。以下が、スケジュール表である。日本代表の結果は、 金メダル2個、銀メダル2個というもので、日本としては過去最高の記録を出した。国際科学オリンピックの出場資格は20歳以下の高校生であることであり、欧米やアジアの多くの国では国際科学オリンピックの国内大会を開催し、代表候補者を選考している。各国の一次選考への参加人数は2009年の時点で、 中国が15万人、ロシアが5万人、インドが2万5千人であり、日本の3000人をはるかに上回っている。ただ、日本国内の様々な科学オリンピックの中では、最も参加人数が多い。2003年から2005年度は、前年度7月1次試験、8月2次試験に、夢、科学マイナス -21 委員会、日本科学会科学教育協議会が主催する。 科学グランプリの成績優秀者で、なおかつ高校1年生か2年生の生徒の中から4名が選出されていた。2006年から2007年度は、前年度の科学グランプリで約8名の代表候補を選び、その翌春に代表選抜合宿を実施して、理論試験により代表4名を選ぶようになった。二千八年度は、科学グランプリでの賞の受賞に関係なく、 参加した高校1、2年の成績優秀者から約20名の代表候補を選ぶように変更され、その翌春の代表選抜合宿で行われる理論試験により代表名が選ばれた。2009年度は2008年度と同様の選考基準で代表候補が約20名選ばれた。代表候補には参考書等が配布され、 さらにその約20人の代表候補から8名に絞るための第1回選抜試験が年明け早々にやれ、春の最終選抜合宿で代表4名が決定するように変更された。代表決定後には実験問題の訓練合宿が行われる。2019年現在、日本の金メダリストは14人にいる。歴代の日本代表の成績は以下の通り、アメリカでは アメリカ科学会の各支部ごとに4月に一時選考を行い、このうちの上位10%が5月の二次選考に進む。一時選考の参加者は単に科学の力試し程度の感覚で出場している。一時選考が日本の大学入試センター試験より少し簡単くらいなレベルであることに対し、二次選考は日本の大学入試の難問くらいのレベルから、 科学グランプリ一時選考程度のレベルである。この試験の上位12名が6月の初めに空軍士官学校で行われる約2週間の合宿に参加した後、最後の選考試験を経て代表4人と補欠1人が決められる。中国では夏休みに開催されるし、地区単位の一時選考に参加し、各市、地区から30から60人がブロック、 超単位の二次選考に進む。その後、訓練と試験を経て、各賞あたり二から三人が選出される。そして、当期に三次選考が行われ、十から十四人の代表候補が、さらに三から四月の訓練合宿を経て、四人の代表が選出される。カナダや西欧、及びアジアの国々では、最初から国際科学オリンピックを目指す参加者の中から、二段階。 先行で選出している。ロシアやトルクメニスタンなど、旧ソ連邦であった国は、高校生全員を対象とした全国共、通学力試験を実施し、これが一時選考を兼ねている。その後、実験審査を含むに、3段階の選考を経て、十数人の最終候補者を選ぶ。そして、旧ソ連邦の各国が主催する、メンデレー F オリンピック大会に参加し、 各国の成績上位の4人が代表に選ばれる。リトアニア、ラトビア、エストニアのバルト3国もロシア同様の選考方法だが、メンデレー F オリンピックには参加せず、を独自に開催し、各国が最終選考として利用している。楽しくご覧になりましたら、高読と良いです。クリックしてください。